はいどうも皆さん、キャッシーと申します。スパーキーマーキーということで、こちら生配信の方でね、本編の方クリアまでやらせていただいたんですが、ちょっとね、謎が残ってしまったところがありまして、いろいろ試したところですね、隠し部屋って言ったらいいのかな?隠しの地下室に行くことができましたので、今回はそちらのね、紹介をさせていただこうかなと思います。それにプラスしてですね、フリーカメラを使ってゲームの裏側とかをね、ちょっと覗いていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。はじめから。で、最初このね、スパーキーが寝てるところなんだけど、ほら、角度によって寝てたり、起きてたりするんだよね。こっから見ると、ほら、起き上がってるんだけど、これちょっと近くから見てみようか。近くから見るとこんな感じだね。まあ、これに関してはね、途中で出てきた恐怖演出的な感じで見ているので、まあ、珍しい感じではないんだけど、ここにね、この施設のマークがついてますね。マントとかがついてるんだけど、こいつのね、体の中に化け物がいるみたいなんだよね。ここにファスナーがついてて、その中から、なんか化け物が出てくるっていう描写があったんだけど、まあ、今回は、この体の中に、QR コードのね、モンスターが入っていたっていう感じだったんだけど、当然今中見てもね、なんかいるわけじゃないんだけどね。中見ても何かいるわけではございませんと。ちなみにこれが主人公の姿ですね。はい。主人公の姿はね、まあ見ることできないんで、これは。シングルモードというか、ストーリーモードなので。なので、髪の毛とかはありませんが、なんかね、目は動いてるんだよね、ちゃんと。ほら。製品版の方だとね、4人でプレイできる、最大4人でプレイできるホラーゲームみたいなので、そちらの方はね、ちゃんと、1キャラ1キャラ、ちゃんとした造形があるんだけど、このスパーキーマーキーでは、こんな感じの姿になってるみたいですね。さあ、最初にハッキングするドアのところなんですが、ここで注目したいのが、この、自動ハッキングアプリっていうところに、×2 って書いてあるんだよね。で、ここで、ハッキングを行うと、まあ、開くわけなんだけど、ほら、×2っていう文字がね、なくなるんだよ。そう。つまり、ハッキングして開けるドアが2箇所あるっていうことをね、示してたっぽいんだよね。まあ、それが今回行く秘密のドアなんだけど、そう、これもね、まあ、ヒントになってたわけだね。で、このエレベーターリモコンアプリのところにもマークついてるじゃん。そう、これも使うっていう、まあそのヒントっぽいんだよね。で、右側の2つにはこのマークがついてないんだよ。まあ、つまり右側の2つに関しては、このスパーキーマーキーっていうこの体験版というかね、デモ版の中では使わないっていう意味っぽいんだよね。まあそのヒントになってたみたいな感じかな。で、ここ中に入りますと。で、はい。これをまあ2つぐらい取っておいて、これさ、ここ開けた瞬間にあいついるんだよね。あいついるから、その瞬間に当てられないのかな?いくよ。はい!はい!幻だ。幻でしたね。残念。残念ならこの攻撃は当たりませんと。で、この先に行くと、まあ、一番最後のね、チェイス始まってしまうんですが、ここですね。ここで、この、スタンガン。スタンガンを持って、開かなかったドアのところ。生配信でやった時に、最後まで入ることができなかった、あの建物のところまで行きます。ここですね。で、これかなり惜しかったんだよね。生配信の時にも、ここ開けるのに、このスタンガン使うんじゃないのって言って、ここにね、ここにスタンガン使って、あれ、やっぱ開かないなーって言ったんだけど、実は、直接やればよかったっていうね。直接やることによって、ここが開くようになります。はーい。これが隠し部屋の中の入り方になります。で、ほら、ここロックされてて、ここで2回目のハッキングアプリの使用を必要とすると。で、ここでシークレットドアって書いてありますね。はい。で、それをやると、ほら、選択できなくなるんだよね。アプリを。で、ここに、隠されたディスコードコマンドがあります。ちなみにこのディスコードコマンドに関しては、製品版の方のね、Do you see Sparky? っていう、その製品版の Steam への URL が乗っかってるっていう感じですね。まあ宣伝かな?宣伝用のコマンドみたいです。
で、次なんですけれども、ここですね。ここ。ここに、ナンバー入力のやつがあるんですよ。そう。で、それに関するコマンドとかってないんですよね。で、どうやって、じゃあこの番号、わかるのかっていうと、クリアした時に、びっくりマークインサイトって入力したと思うんですけど、それを入力することによって、見れるようになる。その公式ディスコードサーバーのチャット欄って言っていいのかな?があるんですけど、そこにコードが書いてありました。そこには、コードアンバーって書いてありますね。まあ、この場所の名前ですよね。アンバースパークス。ということで、ここで、アンバーと入力すると、はい。この中に入れるようになるっていうことですね。で、ここに、2つ目のコマンドがあります。これは何かというと、まあ、作中にもね、出てきた銃ですね。それについての説明が書かれています。で、登場していない銃もあるんですけど、おそらく製品版の方で使うことになる銃なんじゃないかなと思います。1個がマーカーガン。他に選択肢がない場合にのみこのガンを使用して別の従業員にマークを渡します。ちょっと意味わかんないんだけどね。まあ、製品版の方がマルチプレイっていうこともあって、その関連の説明なのかな?で、テーザー銃。これを使用して一時的にスパーキーを無効にします。これはさっきまで使っていたスタンガンですね。製品版の方だと追ってくるスパーキーを一時的にスタンさせることができるアイテムみたいです。で、一番最初に使ったフレアガンですね。緊急時に位置を示すために使用しますということで、まあ、これ味方に知らせるためのアイテムってことなのかな。で、ヒールガン。回復対象物に接触した場合に使用しますと。まあ味方を回復できるってことなのかな。まあ、もしくはそれ以外も何かしら治療ができるのかもしれない。で、最後に化学銃。被験者の血液の化学組織を調べるために使用します。これは何だろうね。ちょっと意味深なんだよね、これだけが。さ、で、その先ですね。ここにほら、やっとエレベーターが出てくるんですよ。で、このエレベーターのところで、これ、エレベーターリモコンを使って操作すると。で、ファーストフロアかな?違うわ。グランドフロアの方ですね。これをやると、はい。動きます。これが秘密の地下室みたいですね。最初にこのデモ版が出た時には入ることができなかったらしいんですが、見てこれ。やべえものがあるんだよ、なんか。で、その説明が、このキューブってコマンドを入力すると見ることができるんですけど、ただそれを見てみてもですね、私たちは彼らの力を完全には理解していません、ということで、何を指しているのかはね、まあ、わからないんだよね。まあ、ここら辺が、いわゆる本編をやった時に明かされていく謎なのかなっていう感じなんですけどね。いくつかあるんだけど、全部違うんだよね、形が。同じ形してるのかなって思ったんだけど、それぞれが別の形なんだよね。全部で1、2、3、4、5、6個あるのかな ?6 個あるんだけど、すべて別の形をしています。まあ、アーティファクトなのかな?で、このアーティファクト絡みで、もともとここのマスコットだったスパーキーが、異形の化け物に変化してしまったっていうことなのかもしれないですね。はい。これが隠し要素である地下室への行き方となります。で、今のでコマンド2つ発見したじゃないですか。ディスコードコマンド。これで発見したのが全部で14個なんですよ。残り4つあるはずなんですけど、ないんですよね、どこ行っても。まあ、正確に言うと1個は発見してるんですけど、このね、バージョンでの行き方がよくわからないんですよ。で、それは何を言ってるかっていうと、もともとはですね、イースターエッグでバックルームズに行けたらしいんですね。もう、古いバージョンだと。古いバージョンだと、このスマートウォッチを手に入れる入り口のところで、強制的にバックルームズの場所に転送されるっていう仕様だったらしいんですけど、このバージョンだといけなくなってるんだよね。なんですが、まあ一応ね、フリーカメラを使えばその場所は見に行けるので、ちょっとね、このバージョンでは正式な行き方はわからなかったんですが、そこがどうなってるのかっていうのはね、ちょっとお見せしようかなと思います。で、ここですね。ほら、上を見ると、さっきまでいたフィールドがあるんですが、その下のところにね、この謎の建造物があって、この中に入ると、ほら、バックルームがあるんですよ。
これがイースターエッグとしてね、用意されていたものらしいんですが、今のバージョンだとね、ちょっと生き方がよくわからないです。で、この中にですね、1個コマンドがあります。あ、ありましたね。ほら。ここに、びっくりマークバックルームズっていうコマンドがあります。そう、すべて集めるためにはね、ここに来ないといけないんですけど、今のバージョンの生き方わかんないんですよね。で、このコマンドを入力すると、まあ、ただのイースターエッグですよと。ごめんねっていうテキストを見ることができるという感じですね。で、ここに入ってしまった場合はですね、先ほどもちょっとちらっと見えたと思うんですが、ここですね。この穴。この穴の中に、こう、入ってね、落ちることによって、元の場所に戻ることができるっていう仕様だったみたいです。さっきのバックルームのところで見つけたやつで、全部で15個かな?これで残り3つなんですけど、ちょっと頑張って探したんですが、見つからないんですよね。で、わかんなくって、例えばさ、ここ、このスクーターのところね、ここもさ、ほら、電気が通ってないから開かないのかなと思って、さっきと同じ理論で開くんじゃないかなと思って、ここにスタンガンとかね、打ち込んでみたんだけど、開かないんですよね。この先に何かあるのかなと思ったんですが、で、試しにね、カメラも飛ばしてみたんですよ。カメラでこうやってね、中入って、この先に何かあるんじゃないかなと思って奥行ってみるとですね、残念ながらね、この感じからして、プレイヤーが来る場所ではなさそうなんだよね。プレイヤーが来る想定の場所には作られていないので、多分ここには入れないんじゃないかなと思います。ここもね、なんかそれっぽいところがあるんだけど、この先。でも、暗くてね、なんもないんだよね、この先。ほら。普通に通り抜けちゃうだけで、この先とかに何かがあるような作りになっているわけではなさそうです。で、次にほら、行こうとするとさ、スパーキーが襲ってきて先に進むことができなかったところ、この先に行ってみるとだね、建物があるんだよね。ほら、建造物があって、ここにドアがあるんだよね。で、これが何なのかっていうと、なんかね、レストランっぽいんだよね。ほら、木が邪魔だな。レストランっぽいのがあるんだよね。スプーンとフォークのマークがあって、建物があってっていう感じになっててね、なんかありそうな感じするんだけど、残念ながら中身は空なんですよね。だ、多分ここには来れないんじゃないかなと思います。うん、ま、もしかしたら何かしたらやったら来ることができて、来た時に中のものがね、描画されるっていう可能性ももちろんあるんだけど、多分来れないんじゃないかな。で、こっちまで来ると、ほら、こっちの方とかね、全然作られてないので、やっぱり来る想定にはなってなさそうに見えるんだよね。なんだけど、この建物が置かれているっていうことは、多分本編の方かな。製品版の方では、こちらの方も多分来れるようになるんじゃないかなっていう感じ。いや、楽しみだよね、製品版の方どうなるのか。他にもね、生配信中にちょっと気になっていた、この上のところ、ほらほらほら。ここに橋があるんだよね。ここもさ、このプレイ中には来ることができなかった場所なんだけど、この橋ね。これもおそらく製品版の方では通れるようになるんじゃないかなっていう感じ。うん。まあ、ここら辺はね、まだ全然疲れてるわけではないんだけど、おそらく製品版だとこの橋もね、使うことになるんじゃないかなっていう感じですね。っていう感じでですね、いろいろとこのカメラを使って見て回ってみたんだけど、他のコマンドがね、見つかんなかったんですよね。あそこにあるのは双眼鏡で見れるやつだからね。あれは普通に手に入るやつなんだけど、そう、上空とかね、下のところもいろいろ回ったり、いろいろ見たのですが、残念ながら見つけることはできませんでしたね。まあ、とりあえずね、残りのコマンドを見つけることはできなかったので、こちらね、無料でプレイすることができる作品となっておりますので、もしね、残りの3つ探すのをチャレンジしてみたいなという方はね、ダウンロードして、ぜひプレイしてみてください。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。あれ?髪の毛がある。さっきまでハゲだったのに。どういうこと?
Lighting is activated.